こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、アシェットの新シリーズが、スタートになりましたので、そちらの紹介やっていこうと思います。はい、というわけで今回スタートするのはこちら。はい、キャプテンハーロック、宇宙戦艦、海賊戦艦アルカディアですね。こちらが、スタートになります。こちらが全国販売スタートですね。かなり前に地域限定で試験販売はしてたんですけれども、それが一応全国販売になりまして、いよいよスタートっていう形になりますので、今回こちらの制作やっていこう、紹介と制作をやっていこうと思います。はい、でちょっとね、僕は試験販売の方やってないんで、試験販売とこの全国販売の違いっていうのはちょっと分かんないです。はい、なので、もうあくまでこっちの全国販売版の方をレビューしていくっていう形なので、もしかしたら試験販売版とは若干違う部分っていうのがあるかもしれませんので、その辺はね、もう無視していただいて、こちら、確認していただけたらなと思います。はい、というわけで、早速中身の、紹介やっていこうと思います。はい、それでは開封というか中身を見ていきましょう。まあ、今回創刊号なのでギミックの解説なども入ってますんで、じゃあ見ていきます。でまずはね、定期購読の特典、定期購読の特典ですけど、まあ特典1、キーホルダーといつものパーツボックスですねが付属しますと。で特典2が、銀河鉄道39号とディスプレイ用大宇宙ポスター3種が付きます。はい、で、このアルカディアが400分の1スケールなんですけども、この銀河鉄道39も、400分の1スケールで、全長が55センチということで結構なサイズにはなるんですけれども、こういうのが付属します。で、まあ、アルカディアがすっぽり収まるサイズの背景ポスターなんで、これ多分かなりでかい、多分アルカディアだけで1メーターあるんで、それがすっぽり収まるサイズの背景紙なんで、かなりでかいサイズになると思います。はい、で、こっちのプレミアム定期購読ですね、ちょっといくら、250円プラスする定期購読になるんですけれども、そっちに申し込むと、1分の1スケールの、コスモドラグーンが付属しますという形になります。はい、こんな感じ、まあ、いろいろ、ギミックがあるみたいですね。引き金を引くと銃口が発光し、射撃音が鳴り、銃尾のボルトと連動してシリンダーが回転なんていう、ギミックがあるみたいです。はい、でこちらのアルカディア号の方に行くと、こんな感じでね、これが原寸大になります。でかい。でこの手前に映ってるのが、39ですね。39もこんなサイズになります。で、ギミック的には、艦首ミサイル発射管が、電動で開閉して発光するのと、幻想照明っていうのかな、幻想照明が点灯、主砲パルサーカノンが、電動で回転上下と発光と、サウンドが鳴ると。で戦闘大環境が発光したりとか、あとこのね、甲板の部分の、ソーダリンのところに、ハーロックのフィギュアを載せることが、あ、映ってない、ハーロックのフィギュアを載せることができたりとか、あと、まあ、ディスプレイスタンドはヤマトとちょっと全然違う、ヤマトシリーズとは全然違う形のディスプレイスタンドがつきます。であと、艦載機発射口が、電動で開閉するのと、あと艦載機、
ペースウルフが付属しますと、何機付属するとかは書いてないですね。であと単焦灯が光ったりとか、あと下にある手法が、下にある手法も電動で回転と上下と、あと発光サウンドが鳴るという感じ。あと、後部速射砲も、これは手動ですね。手動で上下させることができて、リモコンで発光とサウンドが楽しめますっていう感じになってます。はい。で、後ろ側に行くと、船尾、これ船尾ローって読むんでしたっけね。この後ろのね、船尾ローの部分が、コントローラーの操作で発光するのと、あと、キャンドルライトを思わせるような、こう、ぼやーっとこう、明滅するような感じの発光の仕方をさせることができます。であと、メインエンジンも、発光と、あとサウンドですね、ができますっていう感じになります。であと、アルカディア号とドースケールの39の39号を、ディスプレイスタンドに飾ることも可能で、可能になってますということですね。一緒に、こう並走した状態で飾ることもできるっていうことみたいです。はい、こんな感じのギミックになってます。まあまあ他結構あるな、あとこのスペースバスターね、これこの辺の、展開と発光、あと、艦首昇格、ラムって書いてますけど、これが飛び出してきたりとかっていう形になってたり、あと専用コントローラーがね、こういうあのソーダインを模したデザインになってて、そこにフィギュアを立たせることができるっていう仕様になってます。であと、後ろに、この海賊旗がつくんですけど、これ海賊旗の下にファンが仕込んであって、布製の海賊旗をセットした場合、このファンを回してはためかせることもできます。はい、であとこの中枢大コンピューターが、いろんな色で発光するっていうような仕様になってます。はい、であとまあ、点灯パターンがね、いろいろ、変更できるっていうようなものが入っているそうです。はい、であとまあ設定だったりとか、デザイナーさんのインタビューだったりとかっていうのが書いてるっていう感じになってます。はい、そしたらね、早速開封して、開封後の相関号の組み立てやっていきましょう。はい、では相関号の作業をやっていきましょう。相関号は、司令塔上部の組み立てっていうことで、入ってる部品はこんな感じになります。はい、基本的にまあ司令塔のパーツが入ってるんですけど、艦首のね、ドクロマーク、ドクロのレリーフがドカンと入ってます。はい、こんな感じ。ただ今回これ全部使わないので、ちょっとねこのブリスタの蓋は置いといた方がいいと思います。置いといて、使わない分はもうの入れたまま蓋して置いとくっていう風にした方が多分いいと思います。はい、ではやっていきましょう。でまずは順番に作業していくんですが、このパーツとこのパーツとこのパーツを出してきてあげて、まず、このパーツ同士を接着してあげます。でこれパーツは ABS なので、まあ、ABS が接着できる接着剤、プラ用の接着剤、もしくは、ゴム系の接着剤とかを使って接着してあげるといいと思います。ここと、と、ここですね。で、はめ込んで接着してあげると。ちなみにこれ外装パーツはね、これおそらく無塗装かな。無塗装でちょっとツヤ消しな感じの質感になってます。こういう感じね。こういう感じにしてあげたら、次に、このパーツとこのちっちゃいパーツを出してきて、これをランナーから切り出してあげる。なんかえらい柔らかい ABS だな。これを切り出して、このパーツをここに接着。ここに接着してあげる。
で接着したらこの先っぽに LED を取り付けるんですけど、この四角い透明なね、この LED がついてるパーツを、配線を出してきて、これを、ここの下から通してあげて、通した状態で90度ねじって、ここの突起をまたぐ形で、こうセットしてあげます。で、こうセットしてあげたら、この上に、さっきのこのパーツを、かぶせてあげて、で、ここを接着。こういう形で接着してあげます。こんな感じ。はい、そしたら一旦これちょっと置いといて、次に、このパーツ、環境部品、このパーツのここの端っこに、この LED、どっちだ、このちっちゃい方かな、このちっちゃい基板の方、 LED が2種類入ってるんですけど、こっちのちっちゃい基板の方の、やつを出してきてあげて、これをここの溝にセット。ここの溝に入れて、で配線はここの下から出しておく。でこっちも同じようにセットして出しておくと。で次にこのクリアパーツ、このクリアパーツを切り出してあげて、ここの部分にセット。セットして、ここもここは接着って書いてあるので、ちょんと接着。もオッケーかな。よいしょ。はい、接着してあげて、で、次にさっきのこのパーツ、このパーツを、ここにセット。ここにセットしてあげて、で配線をこっちから出せって書いてるな。よいしょ。配線をこのネジ穴を避けて、こっちから出して、この下から出しておく。でここで接着してあげて、で次に、この裏側のこのパーツ、このパーツに同じようにこのクリアパーツを取り付け、こっちからな、ここにセットして、セットして接着。はい、こんな感じにしてあげたら、ここに配線を通しつつ、さっきのねこの3本の配線を通しつつ、この上にかぶせてあげます。でこれ3本一気に通そうと思うとカプラーが大きくて通らないので、1本ずつ通してあげる。
ふぅ、あ、どれだ、よいしょ。これね、うまく配線切ったりとか折ったりしないように気をつけながら通してあげたら、もう一回これセットし直して、押してすぐ取れるな、これよいしょ、押し直して、でこの配線を外に送りながらこのパーツをこっちに持っていって、でこの2箇所のピンで接着ですね。で、はめてあげる。こういう形？こういう形で接着してあげます。よいしょ、よし。そしたら、次に。この真ん中の部分を、ネジは1種類だけかな、今回作るのは。今回のネジは1種類だけやな。このビス、付属のビスを使って、この真ん中の部分を固定。この真ん中の部分をネジで固定すると。ここで止めてあげたら、この上に、この蓋ですね、この蓋のパーツをセットする。これも接着って書いてるので、ここにはめ込むと。まあでもはめ込んだだけで動かないから、まあいいでしょう。もし万が一ね、LED が光らないとかあった場合、ここをこじってね、この蓋外してネジ外さないとダメなんで、ここはこれぐらいにしときましょう。はい、そしたら次に、このアンテナのパーツを出してきて、アンテナとかメインレーダーか、メインレーダーのパーツを出してきて、それを左右のここにセット、こういう形でセットして、ここは接着か、こことここで接着してあげる。接着してあげたら、この上に、このエントリープラグみたいな形のね、このパーツを切り出してあげて、この上側に接着。向きは？向きは、この向きかな。裏のピンがね、刺さるようにしか刺さらないので、ここで刺してあげて接着、裏側ですね。
はい、こんな感じ。こんな感じで接着してあげます。はい、そしたらまたちょっと一旦置いといて、次に、環境指令作戦指令室窓枠を作っていくので、この窓枠とこのクリアパーツを出してきて、この時にこのクリアパーツの切り欠きがはまるようにこうセットしてあげたら、これを、この指令室に接着。ここで接着して、ちょっとつけすぎたかな、はい、接着してあげて、で次にこの横にこのパーツをつけていくんですけど、これは裏に刻印があるので、その刻印を見ながら向きを間違えないようにつけてあげる。アンダーゲートなんだよな。ここのね、ランナー、ここのゲートは普通に切っただけだと裏側に突起が残るんで、一回こっち切った後にこの裏側も切るようにしてあげましょう。で、こっち向きで、裏に1の刻印が入ってる方の1の刻印が入ってる方のこのサイドのカバーをここに取り付け、ここに取り付けて接着で、反対側にも取り付けて接着で、次にこれかな、このちっちゃいこのパーツ、ちっちゃいこのパーツをカットとして、こうなんか微妙にアンダーゲートかな。処理しにくいアンダーゲートやな。でも正直ね、この外装の色に関してはね、多分結構賛否が分かれるんじゃないかなっていう気はします。まあ塗装じゃなくて成型色なので、まあその原作のね色を再現するっていうのもちょっと限界があるとは思うんですよね。なんでちょっとイメージ的にこんな色じゃないっていう人とかもいてはるかもしれないですよね。まあそういう方はまあ塗装するなりなんなりしてくださいって感じですよね。はい、こんな感じでこの横っちょもつけたら、次にこの後ろのこのとんがりをつける。アンダーゲート、このアンダーゲートっていうのは要は表にねゲートを切った跡が出ないように、出にくいようにっていうのでなってるやつなので、まあねなるべく綺麗に切ってあげて、ゲートが見えないように、ゲート跡が見えないようにしてあげましょう。ここも接着と、こんな感じ。
こんな感じで、司令室、作戦司令室の外装ができたので、この下側からこの LED をここにぶっ刺します。よっと、はい、こんな感じで一番奥まで LED を差し込んであげたら、さっきのこのパーツをこの上から乗せてあげる。スルスルっとここに通して、でここにはめ込んだらここを接着。セットした状態でここを接着した上で、さらにビス止めですね。さらにこの裏側からビスで固定。はい、こんな感じ。こんな感じで、作戦司令室周りが完成し、完成ではないですけど、ある程度形になりました。で、このちっちゃいこのアンテナとか、この辺のね、パーツ類、この辺のパーツ類は、今回は取り付けしないので、このままなくさないようにね、置いておきましょう。はいね。はい。なので、今回の作業は一旦これで終了になります。で、次の、次の2号では、LED の発光テストと艦首の組み立てということで、あそこでね、発光テストやってくれるみたいですね。ありがたい。はい、なので、また来週もね、作業の方やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。